じで大丈夫？どの釜がいいかな？それじゃあ始めよう。材料を使おう。どの釜がいいかな？このこ、どの釜がいいかな？
何を作ろうかな。どこへ行くんだ。杞憂だといいのですが。ちょっとプラスター。そう、知識の大釜を欲しているのはあなただけではありません。知識の大釜を手に入れる機会を今まで虎視眈々と狙っていた者たちがいたのです。え、そうなの。はい、あのような力を持っている道具ですから、欲しいと思うものは。まあ言われてみればそうだよね。しかしその中でも特に手に入れられてはならないものがいます。メクレットとアトミナ、あの二人には渡してはなりません。え、あの二人が。確かに二人とも知識の大釜の話をしてたけど。あの二人は知識の大釜を用い元の姿へ戻ろうとしているのでしょう。アリシヒノ、錬金術師の姿へと。どういうこと。500年前、私は一人の錬金術師と戦いました。かの者の名はルアード。メクレットとアトミナの真の姿です。500年前の戦いで私はルアードと戦い勝利しました。そしてルアードの魂を人工生命体であったネクレットとアトミナの二人の体に封じ込めたのです。人工生命体って前にプラフタが話してた人間だけど人間じゃないっていう。その通りです。永久の命を持つ人間のようなもの。でもその二人がどう。錬金術で生み出されたあの二人は錬金術を使うことができません。だから錬金術を用いて元の姿に戻るという手段も。しかし知識の大釜があった。誰でも錬金術が使え。そう、本来であれば真理の鍵を作れ。あ、
そうか。いいえ、ソフィーのせいではありません。クラフト、もしあの二人に知識の大釜が渡ってしまう。いいものが見つかるといいな。やあ、遅かったね。本当に待ちくたびれてしまったわ。メクレット、アトミナ間に合いませんでしたか。その口ぶりからするとやっと僕たちのことを思い出したみたいだね。今まですっかり忘れていたのにね。こうなることを予期して自分の魂を本に封じたのに、肝心の記憶を全部忘れちゃうなんてさ、滑稽だよね。まあ真理の鍵のことまで忘れてたのは少し計算外だったんだけどね。そういう意味ではソフィーにもお礼を言わないといけないわ。ブラストの記憶を取り戻してくれた上に鍵まで作ってくれたのだから。そうだね、僕たちがこうして知識の大釜にたどり着けたのも君のおかげさ、ソフィー。ソフィー、本当にあなたは性格がいいわ。ああ、全くだよ。錬金術が使えず元の姿に戻ることもって500年間この体で生きるのは苦痛だったわ。でもその苦しみも今日で終わり。ようやく願いが叶うのだから。この姿で会うのは久しぶりだな、プラフタ。ルアード。いや、お前は姿が変わっていたのだったな。私が元の姿に戻った今。関係ありません。逆になったのなら、また元に戻すまで。相変わらずだな。だがそんなことはどうでもよい。再会したばかりだが。待ちなさい、クラフト。アトリエに戻りましょう、ソフィー。うん。次はどこに行けるです？